また机上に大きいものが載ってますけど、また週末に買い物行ってしまったんです。そしたらまたいろんなものを見つけてしまって、そうですね、また紹介お願いします。ダメですね、買い物に行くといろいろ欲しくなりますね。大好きなスミク暮らしのウィンナーです。はい、まだある？スミクはもうなかったと思う。ちょっと下からあさらない、上から順番に出していきましょう。冷蔵庫入れてたんで。あ、今まで？はい。もう上から順番に出しましょうよ。シミシミいきます。はい。これが2つ。はい。それね、一袋に何個入ってますか？7袋。ですよね。で、2つで14袋。ちょうどいいでしょう、数的に。お弁当箱っていうか、あの保冷バッグ誰かさんがちょっと学校に忘れてきてないんですよ、急遽買ってきました。あれ、少なかった？あのぐらいのちょうどいい大きさがね。あ、言ってた、大好きなチェルシーの、そうそう、アソートの分ですね。コーヒー美味しい、ね、あ、そうなの、うん、で、アミちゃんもしかしなめちゃん、それ美味しいよね、もしかし、なめちゃん、メントスなんで、メントスコーラ、そうそう、メントスコーラじゃないけど、お菓子ですね、お菓子ですね、これを壊すのダメですね。そうですね、凍らしてプチって食べましょう。それもね、なんか凍らしたシャーベットみたいにして食べるんだって。もう出せないよいっぱいすぎてね、確かに。誰かさん、お弁当作らないといけないんで、ふりかけとかもいっぱいいるかなと思って。はい、日焼け止めなんですけど、塗ったらなんかヒヤッとするらしいです。そうです、それはちょっと後でまた説明しますわ。なんか3種類アソート入ってる、アソートになってるでしょ。普通の塩味とカレー味と、はい、そうなんです、バター味、そう、変わってるかなと。焼きそば、それ見つけた瞬間に、あ、絶対買わないとって思ったんです。あ、みたいですね。それとレディ出せないって。あ、みたいですね。あ、それはゆかりっていうか、メインの。それ好きですよね。はい、それも好きですね。美味しいですよね、でも。梅塩昆布。梅塩、梅味とかまだいっぱい。レモンスパークのセット、レモンティーの炭酸版みたいな。なんかそれね、塗ったら冷たくなるっていうやつらしいです。何味ですか？塩レモン。はい、何個食べたいの？あ、今はいいですわ。食べるんだったらそのメントスとかぐらいですかね。あ、メントスとそのサンリオの人形のやつぐらいですかね。はい、それは？そうそう、それを言ってるんです。何味？
ちょっと待ってくださいね。パリンコはダメです。それも配ろうかなと思う。お菓子パーティーまたするんでしょ、クラブの時に。行かないんですか。いや別に家で食べてもいいんですけどね。あ、そうそうそう、あのキャンディーと、プルーンとゼリーの塩味のやつあるじゃないですか。それをその、うん、塩味あるでしょ、ミルクゼリーにあるでしょ、それ。塩、塩じゃないよ、塩って書いてるでしょ。でしょ。でそれとかそういうのをそのあれキャンディーとかをそのちっちゃいチャック袋に入れて配ったらいいんじゃないかなと思って100均で買ってきました。名前はいいです、別に。あ、ここに何個かを入れて配ったら便利じゃないですかねと思ったんです。ちょっとすごい量になりましたね。ちょっとね、すごいですね。どれが興味ありますか。そのね、ヒロシとね、ゆかりが興味あったんですよ。またそれ食べましょう、休みの日に。はい、うん、でしょ。だからそれまた親、うん、だからみんなに配ったらいいじゃないですか。はい、それ手につかない。それシミ状態で、それラスクですよ。チョコラスクですよ。はい。うん、そんなに大きくない。全部入れなくても細かいやつだけを入れてやったら早いじゃないと思ったんですよ。